一番ホーム。左側は2.3番ホーム。上階は4番ホーム、4番ホーム。今宮駅は大阪府大阪市何区大国3丁目にある西日本旅客鉄道の駅である。駅番号は関西本線が j r 9 8大阪環状線が JRO18。駅シンボルフラワーは菩提樹である。関西本線と大阪環状線の2路線が乗り入れており、 このうち関西本線を当駅の所属線としている。当駅はアーバンネットワークエリアに入っており、関西本線は大和地線の路線相性設定区間に含まれている。1966年に新井宮駅と阿波荒橋駅の設置に伴い、近接する当駅の廃止が告知されるが、寝、ね、耳みみに水だった一部の住民による反対運動の高まりにより、無期延期の後、 翌1967年5月10日に廃止計画そのものが取り消しになった。長らく大阪環状線の駅は存在せず、1997年3月8日にホームが設置され、あわら橋から新今宮間の新たに止まる駅となった。そのため、現在あたり駅が大阪環状線で最も新しい駅となっている。1899年に、 大阪市南区絆にて開業。開業当初から今宮駅だが絆の集落の西外れに位置し、東隣の南区、今宮の集落よりも、西隣の南区西浜町の集落の方が近いような場所だった。そのため、当駅周辺が今宮と呼ばれることは、ほとんどない。開業当初こそ今宮恵比寿神社の最寄り駅だったが、後に恵比寿駅、恵比寿町駅、 大国町駅、新今宮駅が開業したため、現在当たり駅が今宮恵比寿神社の最寄り駅として扱われることはない。なお、大国町駅や今宮恵比寿駅とともに、四地通商志の最寄り駅の一つである。効果に伴うお知らせ。今宮駅地上駅時代右は、大阪環状線外回り。関西本線の1.2番乗り場は、相対式2面2線のホーム。 大阪環状線の3.4番乗り場は、単式上下2層構造のホームとなっている。関西本線下りホームと大阪環状線外回りホーム、すなわち2.3番乗り場は、同一平面上の島式ホームとなっている。両線とも分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。有効調は、全面8両編成分である。新今宮駅の当駅側に、 関西本線と大阪環状線の間の渡り線があり、大和寺線、阪和線と大阪環状線を直通する列車は、天王寺駅から新今宮駅間では、関西本線、新今宮駅等駅間では、大阪環状線を使用する。新今宮駅が管理する直営駅である。愛国家の利用エリア、及び特定特市内制度における大阪市内に属する。 上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。今宮伊藤、天王寺までの JR 線配線図、大阪環状線改造プロジェクトの一環として、2015年3月22日から、文部省省下の大黒様が大阪環状線ホームの発車メロディとして使用されている。当駅の近くにある木津大国にちなんでいる。 2019年度の1日平均乗車人員は4750人である。大阪環状線で乗車人員の最も少ない駅である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。注釈出店。ありがとうございます。